旅Qはこの報道は違和感あるんですよね。そもそもハイブリッドにロータリーエンジンを使う理由、例えばこのトヨタが開発している。こんにちは、旅Qです。先日日経新聞でショッキングなニュースが報道されました。それがマツダロータリーエンジンを使う航続距離延長は中止というニュース。なんだかタイトルが分かりづらいんですけれども、中身をざっくりと言うと、マツダが開発していたロータリーエンジンで発電するレンジエクステンダーが開発中止となったというニュース。このニュースではロータリーエンジンを使ったプラグインハイブリッドや一般的なハイブリッドについては今後も開発継続と伝えられているんですが、旅Qはこの報道は違和感あるんですよね。というのも、素人的な考えかもしれないんですが、ロータリーエンジンって一般的なハイブリッドよりもレンジエクステンダーに極めて相性がいいと思うんですよね。競技のレンジエクステンダーを開発中止というならともかく、講義の意味でのレンジエクステンダーも中止というなら、そもそもハイブリッドにロータリーエンジンを使う理由そのものが薄れてくるんじゃないですかね。日経新聞の記事はソース元の記載もないので、なんで日経がこのように判断したのかはわからないんですけれども、このニュースは後に自動車に特化したニュースサイトレスポンスによって否定されていたりします。レスポンスの報道では、日経新聞は6月17日の記者会見を誤解してレンジエクステンダー中止と受け取ったのではないかということ。それではちょっと実際に6月17日の記者会見を見てみましょう。そしてロータリーエンジンを発電機としたハイブリッド、そしてプラグインハイブリッド化に対応可能なブロックを積み上げています。確かにレンジエクステンダーって言っていないですね。これだとレンジエクステンダーは含まれないのかなって感じもしますね。けれどロータリーエンジンの特性を考えれば、プラグインハイブリッドにレンジエクステンダーは含まれると考えるのが自然だと思うんですよね。なのでレスポンスの言う日経新聞が誤解したという方が説得力があります。あるいはレンジエクステンダーの定義が曖昧だから変な誤解を生まないようにプラグインハイブリッドに混ぜちゃったのかもしれない。なぜ旅Qが一度は環境問題で滅びたロータリーエンジンがレンジエクステンダーに相性がいいと思っているかについて紹介したいんですが、その前にちょっとハイブリッドについて考えてみましょう。そもそも大体の場合ハイブリッドに求められているのって燃費改善と環境対策ですよね。エンジンに比べてモーターの方が低回転で無駄が少ないし、他にもガソリン車は一度走り出したエネルギーを回収できないけれど、モーターならバッテリーに蓄えておけるなんてこともありますよね。車が走り出したり止まったりする時のエネルギー効率ってモーターの方がすっごく得意みたいですね。ならモーターだけでいいじゃんっていう話になるんですが、ガソリンはエネルギーを貯めておくのが超得意で、同じ重量ならバッテリーとは貯めておけるエネルギーが桁違い。ざっくりですが、バッテリーだと 1kg で 1km ぐらいしか走れないけれど、ガソリン車だとあんまり燃費の良くない車でも 1kg の燃料で 13km ぐらい走るんですよね。もうね、文字通りの桁違い。あと充電より給油の方が圧倒的に早いから、遠出の時途中で給油しやすいのもいいですよね。そこでガソリンを使ったエンジンとバッテリーを使ったモーターのいいとこ取りをしようというのがハイブリッドで、このハイブリッドもコストや効率などの都合でいろんな方法がありますよね。エンジンの利用方法でいうと、エンジンを駆動力にも使うパラレルハイブリッドと純粋に発電のみに使うシリーズハイブリッドに分けられて、プリウスとか多くのハイブリッドがパラレルハイブリッド方式で、エンジンは負荷に応じてバッテリーを充電したり車を動かしたりする。ただ単にハイブリッドというとパラレルハイブリッドを暗黙的に指す場合が多いですよね。シリーズハイブリッドではエンジンは発電だけを行って、車の駆動は完全にモーターが行う。マツダの RE マルチ電動化技術もエンジンを発電のみに使うので、シリーズハイブリッドってことになりそうですね。発電機付きの電気自動車って感じですよね。電気を充電する方法で分けると、エンジンのみで電力を充電するハイブリッドと、外部電源を使って電力を充電できるプラグインハイブリッドの2つに分けられます。一見するとプラグインハイブリッドってハイブリッドで外部電源を使えるようにしただけなんですが、実際には外部電源の恩恵を多く受けるためにバッテリー容量を大幅に増やすことが多いようですね。プリウス PHV もプリウスよりもバッテリーがかなり大容量になっているみたいです。ではレンジエクステンダーはというと、
分類的にはシリーズハイブリッドでプラグインハイブリッドということになります。その中でもレンジエクステンダーが特殊なのは、普段使いではエンジンを使わず基本的に外部電源により充電された電力のみを使って、長距離を走る時とかに電池がなくなった時だけ緊急的にエンジンが駆動して発電するということで、競技のレンジエクステンダーでは電源の容量やガソリンとの航続距離の比率なんかも決められています。レンジエクステンダーだと普段は EV のように動きながら大容量のバッテリーを搭載することなく長距離移動も可能で、すごく良さそうですよね。よく同じシリーズハイブリッドということで、 e パワーもレンジエクステンダーと混合されたりするんですけれども、 e パワーはプラグインハイブリッドじゃないので、シリーズハイブリッドだけれどレンジエクステンダーには入りません。ではいよいよ本題、なぜロータリーエンジンはレンジエクステンダーに向いていて、それ以外のハイブリッドには向いていないと思うかについてなんですが、ロータリーエンジンの特性が小型軽量で振動が少なく、排気量の割に出力が大きいが、燃費が悪く壊れやすく低回転が扱いづらいという感じですよね。デメリット部分は技術的に改善はしていっても、そもそも燃費の悪さは燃焼室の表面積比が大きく熱損失が大きいというロータリーエンジンの構造的な問題に起因するので、レシプロエンジンと比べたらどうしても追いつきづらいですよね。なので低燃費エンジンとしてロータリーエンジンを使うのは難しいと思うんですよね。ハイブリッドは燃費を改善するために求められているのに、それにロータリーエンジンを使って燃費が悪くなるんだったら本末転倒ですからね。それにロータリーのメリットである小型軽量もハイブリッドにしてモーターやバッテリーといった付加装置をつけていったら失われてしまって、だったら最初からレシプロエンジンをつけた方がいいっていう話になりそうで、ではなぜレンジエクステンダーだとロータリーがいいと思うのかっていう話なんですが、それがレンジエクステンダーの長距離走るときにだけエンジンを使って普段はエンジンを使わないという点。エンジンを使わないんだったらロータリーエンジンの短所であった燃費の悪さとか壊れやすさとか低回転が弱い問題とか関係なくなりますよね。一方でロータリーの長所である小型軽量という点は、エンジンを使ってなかったとしてもやっぱり長所になるじゃないですか。低振動なのもエンジンの振動を抑えるための緩衝材や防音材を減らせるので、さらに小型軽量に役立ちそうだし、やっぱりこれもエンジン使っていない時でも長所になる。このエンジンを使わなければ短所は出なくて、けれど長所はそのまま活かせるというロータリーの特性が、エンジンをほとんど使わないがエンジンは乗せておく必要があるレンジエクステンダーと相性がいいと思う理由です。だからよりエンジンを回す通常のプラグインハイブリッドやハイブリッドではそのメリットが活かせなくなると思うんですよね。実際デミオを使った試作車でもロータリーエンジンを作動させた時の燃費って1リットルで22キロぐらいらしいので、同世代のハイブリッドでさえないレシプロエンジン単独よりも燃費が悪いんですよね。バッテリーとかモーターのようなお金のかかる装置をつけて燃費が悪くなるんじゃ商品として成立しないと思うんですよ。ということでロータリーエンジン使う航続距離延長は中止というのは誤報じゃないかと思うんですが、いかがでしょう。とはいえ記者会見ではわざわざプラグインハイブリッドと分けて、ハイブリッドでもロータリーを使うというふうに言っているので、マゼダ自体はロータリーエンジンをブンブン回し続ける用途も想定しているっぽいので、本当のところは分かりません。一説には MX30EV が航続距離256キロと極端に短いのはバッテリーの環境負荷を減らすためという口実のもと、実はマツダには大量のバッテリーを調達できるだけのサプライチェーンを構築できてないという噂もあり、そうすると比較的大容量なバッテリーが必要なレンジエクステンダーではなく、よりエンジンを使っていってバッテリーが小さくて済むプラグインハイブリッドやハイブリッドに舵を切ったのかも、もしかしたらあるのかもしれません。あとは競技のレンジエクステンダーでは EV の走行距離よりもガソリン使用時の走行距離を増やせないということもあるのかもしれないです。実際には普段使いと遠出の走行距離の比率って2倍以上ある気がするので、 EV の走行距離が150キロだと競技のレンジエクステンダーでは300キロ以上航続距離を伸ばせないので、これも結構商品的に厳しい気がして、だったらレンジエクステンダーを名乗るよりも PHV ということにしてガソリンタンクを倍積んで
航続距離450キロにした方がいいという判断はありそう。ちなみにこのロータリーを使ったレンジエクステンダーに注目しているのはマツダだけではなくて、以前にはアウディも試作車を作っています。この時には A1 という小型車のトランクの下、普通ならスペアタイヤなどが入るところにロータリーエンジンを埋め込んでいて、まさにロータリーエンジンの小型軽量を生かしたパッケージって感じですよね。最後におまけで、このレンジエクステンダーの燃費や環境性能よりも小型軽量さを重視するという発想は、ロータリー以外にも歴史に埋もれていったエンジンや全く新しいエンジンが活躍する道を開いてくれるかもしれないという話をします。例えばこのトヨタが開発しているフリーピストンエンジン、リニアジェネレーターってエンジン、すごいですよ。右側がシリンダーヘッドで、中央が燃焼室、サイドから吸気してシリンダーヘッドから排気するツーストローク構造になっています。ツーストロークといえばロータリーエンジン同様小型軽量で、出力が大きいけれど環境問題で淘汰された構造ですね。さらに特徴的なのが左側で、レシプロエンジンの特徴ともいえるクランクシャフトが存在せず、その代わりにリニアジェネレーターが取り付けられていて、ここで往復運動を回転運動に変えることなく直接電気エネルギーを取り出しているようです。シリンダーヘッドの真逆にはガススプリングが取り付けられていて、この反発力によりピストンを押し戻す仕組み。今のところ熱効率自体はレシプロエンジンにはかなわないみたいなんですが、ロータリーエンジン同様構造がシンプルで未来的な感じを受けますね。いかがだったでしょうか。もちろん現実的な話をすると、レンジエクステンダーは充電の手間がありつつもガソリンやエンジンの管理も消えるわけではないとか、社会的にはすでに普及率が高いハイブリッドと同一視されてしまって EV ほど補助金がつかない場合が多いとか、難しい課題も多く残っていて、ここで紹介したほど安住の未来が約束されているわけではありません。けれども、この他にはない、一度は環境問題で世間から追い出されたロータリーエンジンが環境対策のために再び注目されるという熱い展開、ぜひ開発中止などにはならずに実現してほしいなと旅Qは思います。この動画以外にもバイクに乗って旅をしたりしてますので、ぜひ見てください。それとチャンネル登録やいいねボタンお願いします。旅Qでした。